株式会社 HIS は旅行業法に基づく旅行業者である代表取締役会長兼社長は沢田秀夫。ツーリズムを通じて世界の人々の見識を高め国籍、人種、文化、宗教などを超え世界平和、相互理解の促進に貢献するという企業理念のもと海外旅行及び国内旅行の企画、販売。 手配を行う総合旅行会社。旅行業界のベンチャーとして、格安航空券をはじめ、オーストラリアでのホテル事業。また1996年には、航空会社、スカイマークエアラインズの設立を発表するなど、新たなチャレンジを繰り返してきた。日本国外への格安航空券の販売が主であるが、現社名に変更された1990年頃から、 自社企画の海外パッケージツアー商品も販売するようになり、グループのホテルなども持つようになる。2009年時点では格安航空券のほか、日本国外を主体とした比較的価格の安いパッケージツアー商品、フリープラン商品を中心に発売している。国外への格安航空券の販売で拡大してきた背景上、 国内旅行の取り扱いが極端に少なく、また国内旅行取り扱い可能の営業所も少ない。日本の大手旅行会社の中では、この HIS と農協観光 JTB は鉄道会社系ではない。2015年4月現在、日本国内には北海道から沖縄まで計305店舗の営業所があるが、山陰地方には営業所は存在しない。 日本国外には128都市187拠点のネットワークを有しており、6大陸すべてに拠点を構える数少ない旅行会社である。バリ島やプーケット島といった新興リゾート地のシェアは JTB を含め日系旅行会社の中で群を抜いてトップである。ハワイなどの伝統的な観光地のシェアも近年では高いシェアを誇る。なお、 社名の HIS については諸説があり、主に以下の説が有力説となっている。チケットのブランド名が当時、ハイドインターナショナルサービスであったから。なお、ハイドとは創業者である沢田秀夫の州を意味する。スローガンが当時、ハイエストインターナショナルスタンダーズ、最も優れた世界標準であったから。2012年12月4日、タイに、 国際チャーター便専用の航空会社を設立したと発表した。社名は当初、アジアパシフィックエアラインズを予定していたが、アジアアトランティックエアラインズとして設立された。2013年7月から、中型機であるボーイング767から 300ER2 機で運航する。2017年に、アジアアトランティックエアラインズが、第三者割り当て増資を行ったことにより、 連結の対象から外れている広報一二千十九年十月三十一日までのコーポレートロゴ出展第三十八期優化証券報告書二千十八年十月三十一日現在でグループ会社数全百九十一社である。なお、HIS 協立証券株式会社は二千一年に株式を取締役会長の沢田秀夫へ譲渡したため グループから外れている。他また、かつて完全子会社の一つとして株式会社 ATB があったが、業績不振により2008年限りで解散した、広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集、ありがとうございます。